お疲れ様でした。まずは今日の試合を振り返っていただけますか。いや、久しぶりにスーパーラグビー出て楽しかったです僕は、はい、今シーズン初ということですがどんな思いで臨まれましたか。いや、特に何もないですけど楽しく、やるだけってしか思ってなかったですね。そしてリハビリ明けということでしたが久しぶりに戦ってみていかがでしたか。いや、楽しかったですよ。負けましたけど僕は楽しめたんで、まあ、チーム負けたのは残念ですけど、まあ、それでいいかなと思ってますね。そして今日はセンターでの出場ということでしたがそちらについてはいかがでしたか。まあ、10番にも途中で入ったりしましたし、まあ、試合もああいう状況だったんで、まあ、どうにでもなれと思って好き勝手やってやろうと思ってました。はい、今日の収穫点はどんなところでしょう。僕ですよね、はい、動けてたんで走れてたしフィットネスも上がって、まあ、日本代表の方でやってきたことが出て、まあ、ラグビーも楽しくできてそこですかね。うん、今日は秩父宮のファンの皆さんたくさん詰めかけていたと思いますが、はい、声援届きましたか。そうですね、こんないっぱいいるあのスタジアムでやったの久しぶりなんで楽しかったです。そして今年はワールドカップもありますが、はい、ぜひ意気込みをお願いします。徐々上げで徐々に徐々に徐々にあの段階踏めてよくやってこれてると思うんで、うん、スーパーラグビーであと2試合ぐらいして、うん、で6月からもう一回体作り直してあんまりこう焦らずですね徐々に、はい、ぜひファンの皆さんにもメッセージお願いします。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。